はい、どうもこんにちは、フェイくんです。今日もですね、虫捕りというか、生物観察をしに公園にやってまいりました。いや、やっと晴れたよ、マジ久しぶりの晴れ。いや、ちなみに、今日は6月14日なんですけど、まだ夏というか、夏には入っけてるんですけど、梅雨入りしましたよね、最近梅雨入りだから、今も天気がね、あんまりいいわけじゃないんですよ。ほら、曇りっすね。曇りなんで、あんまり天気がいいわけじゃないんですけど、久しぶりに、ね、晴れたということで、でも、ね、最近家の中の撮影が多くて、やっぱ虫捕り行きたいなと思ってたんで、虫捕りやっていこうかなと思います。今日はね、カマキリをね、狙っていこうかなと思って、そう、5月ぐらいからカマキリ孵化し始めてるらしいんですけど、僕もね、カマキリは育てたいなと思ってるので、カマキリを狙いながら虫捕りやっていこうかなと。おいっすちょ、マジで外で の虫捕り久しぶりすぎてバカ緊張する。それじゃやっていきましょう。うわっえぐラブホやないかい、これはお前、二カップルもパコっとると思ったらこっちもパコっとるやないかい。え、これ何がいんのここ。え、これ何がいんの、これ、え、何がいんの。うわうわ、痛い痛い痛いって、なんか、え、めっちゃ噛まれる噛まれる、いや違うな、掘られる掘られる、いや、やばいやばいやばい、こいつらやばい、あ、なんこいつ全然逃げやないかい。前動画にしたあれですね、アメコガネっていう日本在来だったんだけど、海外に何かの原因で行っちゃって、海外のね、なんか稲か、なんか植物、農作物を食い荒らしてるらしいやつらです。パコっとる場合かお前ら。うわ、なんか飛びよう、え、なんこれ、待って、あいつは捕獲したい、待てよ待てよ、待て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 、よし、え、取った取った、なんこれなんこれ、なんか薄バキトンボみたいな見た目をしてるのに、体の感じは薄バキトンボ、顔の感じも完全に薄バキトンボっていうトンボなのに、羽の感じが全然違う。なんていうトンボだろう。お腹ヒクヒクしてる。なんかエッチ。なんかバッタの赤ちゃんがおる。うわあ。どっか行った。待て待て。シデムシやろ、森のお掃除屋さん、シデムシ初めて見た、欲しい欲しい欲しい、はい、触りたくないな、ゴミ虫だもん。掃除屋さんっていうだけあってね、もう虫の死骸とか動物の死骸を食べてるらしいですよ、このシデムシっていうの。だからすごい臭いらしいんだよね、うんこ食べてる虫だから。うんこ虫、うんこ虫、こいつうんこ虫よ。はい、捕獲しました。やったね、平田シデムシかなんか、多分シデムシの仲間、人生で初めて成虫見た。森のお掃除屋さんです。なんかチンチンみたいに飛び出てるけど、なんやろこれ、チンチンやチンチン。さっき捕まえたさ、平田シデムシのさ、ペアがいる、ペア、ほら、森の中はラブホだ、すげえ。でもこれどっちもメスやったりどっちもオスやったら面白いけどな。初めて見たのにさ、さっき、ね、初めて成虫見たよね、さっき。一度見つけるとめちゃめちゃいるっていう。くっさこいつら、くっさ。え、なんか3日ぐらい放置した犬のうんこを匂いがする。え、くさ、3日ぐらい放置したら犬のうんこって、くっさ。え、こいつの名前は今日から3日ぐらい放置した犬のうんこ。お前は犬のうんこ3日ぐらい放置した、うんこ。